ご視聴ありがとうございます。この番組は我々ジャンバリドット TV スタッフの2人が一生懸命がむしゃらに乗り打ちで勝利を目指していく番組となっております。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。何分素人ですので温かい目で見守っていただけると幸いです。それでは本編ご覧ください。よろしくお願いします。2回目のジャッジ、いやこれまずいかも。さあどう、ほらな、ほらどう、継続せへん。ああ復活もないんや。はい、60ゲームで終わりました。出た出た、こんなんばっかりやもんな、ね、はい終わりです。儚い夢やったな。当たったっぽい。はい、最低のタイミング、T 終わって2、3ゲームで当たりました。レギュラー引いてから18ゲーム、アーカナナビッグ、いや89ゲーム回して80枚ぐらい増えたんでだいぶ取れた。惜しかったですか。はい、天使食べたんですよね。よかったです。で僕ちょっとインデックスもちょっとギブアップして3万7000円使ったんですけど、はい、ディスクアップって、はい、もうね、異色ビッグ引いて、おお、ピョロロ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 ロっつって、お青の、はい、入って、はい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 、今600枚。あらでも AT は終わっちゃってるんですけど、はいはいはい、一回整理しておきます、はいはいはい、1万6000の300枚持ち、300枚ですよね、はいはい、でどうするかなんですよ。僕はまあこの持ちメダルと残りのパッキーぐらいは乙女打ってもいいかなと。あ打ちます。はい、まあ悪くなさそうらしいんで今のところ好調なんで、オッケー、頑張っていきましょう。僕もまあ後々合流するかもしれないですけど、はいはい、じゃあ頑張っていきます。はい、はい、どうですか好感度アップ作戦今のは。ふざけんなよ、なんで3万7千も都合とんねん。まあ3万7千使ったからディスカップで600枚出てると思いましょうよ。まあ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 、まあ、ね、まあ、ねひどかったっすけどね、あのインデックスもほんまにひどかったっすよね、やないねん。ひどかったっすよね、ま、やないねん、ね、あれひどかったっすよね。上野さんも引いとったもん。大崎さん大丈夫ですか、僕なんかのディスカップ見て。大丈夫、むちゃむちゃ眠いっすよ。でもさすがにもうずっとはこれ打ちたくないですわ。ジャグラーやったら打ちたいっすけどね。初めて話した、はい、高設定ですか。いやもう見たところでジャグラーとディスカップ以外打てないですよ。もうそうっす、当たりました、失礼しました。はいはい、小野さん、あー耐えた耐えた、504ゲーム、まあ持ち目からだいたい150枚くらいになっちゃいました。一応あったな。オーライ、はい、では140ゲーム投資が19000円、上のゲーム数で140ちょうど、92ゲーム投資が21000円、とりあえず吉田さんに報告でも行くか、金なくなったしな。当たった、これなんなんやろ、赤7なんかな、もしくは青、オッケー、おいダブル、ダブルきた、わお、これ来ちゃった、おるやん、おいでおいでおいで、やっとるかい、よーしやってろやってろ、よかった、ディスカップの時間や、やったあ、おい、え、何やってんすか、マジで役立てへんわ。ミスった、2回もミスっちゃった、ミスっちゃったから、これめっちゃ大事、はい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 、超えろ、オッケー、でだえ、で、なになに、お金なくなりました。あ、お金なくなったんすか、3万円で、今多分当たる前兆中なんですよ。あ、当たる前兆中、はい、3万円というか今2万1000円、あ、2万1000円、はいはい、カードください、あ、もうないんすか、あ、あります、あります、3000円、はい、じゃあこれで多分当たる前兆なんでいきます。
ありがとうございました。まあでも僕1回目やった時全部成功しましたけどね、ちょっと割り下げられましたわ。多分当たる前兆です。ほら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 、3人、おーおーおーおお、なんじゃいなんじゃいなんじゃい、また天国。98ゲーム22,000円。おうおうおう、頑張れ頑張れ。どうよ、あかんのやな。マジか。カッパ先輩がカメラについてくださってますんで、ちょっとあやかりたいと思います。40,000枚。エレバオンやったエレバオンやったそうです。よかった。ほら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 、引くもん。やっぱりさすがにいける。おいしそう。やっと行きました、普通のボーナスから。いいね、頑張りましょう。40,000枚。これで何か起こるはずや。先生せえよ、たまには。はい終わり、はい終わり。278枚。おうおうおお、なんじゃい。275枚。基地3以上。へえ、3以上が出たんで、まあ3ってことはないでしょう。こちらのお店はプライベートでもよく来るんですけど、そんな中途半端な設定を使うお店ではないと思うんで、日頃はあると思うんですよね。いやよかった、なんやかんや耐えてるぞ。当たった当たった。 OK、 ここの化けはうまい。いいんだよ、 AT 中ならもうドーンと来いな。でもやっぱり出てるけど、おお、大塚め差し入れくれんのいらんって。これはお前日本人が飲んだら死ぬやつやな。リアル友達が来てくれまして、あのレッドブルーのめっちゃでかいやつもらいました。僕友達2人しかいないんですけど、そのうちの1人です。中学で1人、高校で1人なんですけど、高校の時の友達ですね。大地のレッドブルー一気飲みしたよ。5000枚ぐらい出せちゃうかな。5000枚出たらなんかおごたろ、焼肉かなんか。いやーダメだ。いやービッグが絡まんですなー。あーそれはあかんわ。しょうもメダルなくなったって。金なくなりました。3以上出ました。うわすごい。じゃあもうほぼ死頃やん。売ってくださいよ、もうあれもおもんないっすわ。いやだって僕が売ってどうなると思います。インデックス分かるでしょ、どういう風な感じで終わってるか。僕みたいなやつがあんな売ってもね、無理やって。しゃあないんすよ、適材適所。僕らね協力して今まで立ち回ってきたじゃないですか、しっかりとね。これも立ち回りの一つですよ。何ですか、あなた死神って言われてる、知ってます。あなたの提案ね、今までね、頑張って飲んできたけど、よかった試しはない、ろくなことないよ、ほんまに。いいですよ、はい、はい、絵代わり僕、あ、だからそのこの今日という一日でってこと。じゃあ2ボーナスだけ変わってみます。2ボーナスだけ、はい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 、ぜひぜひ2ボーナスだけね。でも金ないですよ。でも持ちメダルがもう600枚はないけど400枚ぐらいはあります。というところちょっとお任せして、2ビッグだけやってみます。そうしますか。まあほんまにお察しは思いますけど、僕あのボーナスから AT 入れたことないんで。知らんでこれ。上野さんがそうやって言うからやったけど、今までこういうことやってろくな目あったことないからな。ではすいません、まだ
何度目やこの満札を3度に入れるのは今日で。まあでもどうせ2ボーナス消化して AT なんか入れれるわけないから、僕がディスクアップに戻るか2人でディスクアップ打つかになりそうですけどね。いや違うな、そういうのが良くないんや な, なんかどうせ無理みたいなんで打つからあかんねや。ちょっと自分を信じて打ってみます。492ゲーム、残念。当たり前にスルーしていくよね。まあでもこうやってなんだかんだうだうだやってるうちに黒岩さんが400枚でも出してくれりゃもうそれでペイできちゃってるんで、たとえどういうような展開不陣になったとしても黒岩さん頼りという感じですね。なくなるメダルが、頑張ってくれ。お、俺今押せ取った自信あるけどな。これ1コマ滑りやったら当たりです。ほら押せてるわ。1枚役 A です。ビッグ確定。これで移植が来たら設定差のある移植ですね。今みたいに1コマ滑るとこういう感じになります。もしかしたら2コマ滑ってたかもしれん。とりあえずビッグは確定しました。あおオッケー。217枚で終了。増えもせず減りもせずって感じです。あれこれ当たりやん。やったぜ、やったー。10枚役重複。あーレギュラーやっぱり多いんすよ。3000回転回して6の7、231分の1、圧倒的に足りてない。どうや出るか。お出たあーよかった。146ゲームですで、こっちに出してから1万円使っちゃったんで総投資は、4万7000。シンプルにこれスルーしたら4スルーになるんですよ。7回目で確か AT でしたよね。いやーな回数やなほんま。はい終わり。104枚獲得です。さっきの画面でなんか100ゲーム台で当たったってことは早いんかな。一旦天国までは打ちましょうか。一旦まあまあチャンスらしい。チャンスもなかったっす。3000円ちょうだい。もうないっすよ、こんだけしかないのに。これ使い切って僕5万っす。ああもうやめましょう。まあとりあえず天国の決めますわ。もうほんま鬱陶しいなマジで。人のことバカにしてんのかよあの台。抜けましたね。やめるか。僕は2万4000。2万4000で僕2000残ったから4万8000。いやもう2人でディスカップ打った方がいいんじゃないですか。どうせなんか打つんやったらディスカップ打ちますか。じゃあもうそうしましょうか。今7万2000でしょ、まあ、とりあえず600枚だけ取り返しましょう。うんそれだけ。いやいや借りてもいいんですけど返すのがもう来月とかになるんで。上野さんに借りたらいいんですよ、返さなくていいんで。いやいや上野さんはお小遣い制でヒーヒー言うてんの知ってるんで。いやでもこの緑の先輩は、はい、金要件持ってるんですよ。カッパ先輩、はい、カッパ先輩は、うん、借りたらいいんですよ。貸してくださいよ。貸していいですか。前向きに言ってほしい。あ戦国乙女続行するやったら貸してくれるんですか。でどっちが打つかすん、まあ、どっちが悪者になるか。あの戦国乙女で僕か悪者代表じゃないですか。そうっすね、悪者日本代表。僕が悪者になってしゃない。そうまあまあ必要枠っていう言葉もありますからこの世界には。不必要枠。そう必要枠。そうなんですよ。どうせ負けるなら笑ってられへんねん。金ないねんって。年末でイライラすんな。結構ね我慢してるんですけどちょっと切れそうなんですよ。そうでしょ、ほんま切れそうでしょ。キスじゃないですけど、キスじゃないですけど今日一日のこのここまでの時間わーって思い返したらちょっと気分悪くて。いやほんまね皆さん、ま、ねもうすぐクリスマスなんですよ。世間はもう年明けてるでしょうけど皆さん12月16なんですよね今日がね。お子さんにプレゼントも買えない。そうこの今の状態やと。たまごっち欲しいらしいんですよ。で今たまごっちって1万円すんのね。1万円すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。でも僕ほんま返済来月とかになりますよ。来月末とかっすよ。やったカッパ先輩。これもし全部なくなったとしたら、うん、2人でなんぼ投資ですか。僕がこれ全部使い切ってしまったら僕1人で7万円なんで2人で10万、2万負担言うときますよ。今日負けたら絶対次ジャグラー打つからな。全部上野さんのせいやし、でなんやったらカッパ先輩もむちゃくちゃ文句言ってたし、ジャグラー本気で積もりに行きますって言って、いやほんまに見てきて、556番台僕の狙い台アイムジャグラー見てきてよ。昨日の時点から吉田さんは今日ジャグラー行くって言ってたんですよ。言ってるんですよ設定狙いで。先月はねめっちゃ出てんねん。出てる。誰があかんって言ったか。あんたらやお前、あんたらや。何なんかお前向けの打ちだったら貸したるわみたいな偉そうな言い方じゃん。貸して当たり前じゃん。今めちゃめちゃムカついてきた今。僕がシフト作ってんすか。僕がシフト作ってんねんから。この収録の日上野さんオスロ入れといてください。絶対オスロ入れとかない、はい、薬病神やから。薬病神もうほんまコントやってほしいわ。毎回文句ばっかり言うてほんまほんま。あ、提案、うんうん、吉田君がボーナスいったらいいんちゃうかなって。じゃあるかお前そんなもんね。まあ見てみよお前こうなってんけ。よしじゃあ頑張りましょうね、はい、よっしゃ全部掴んどいてくださいね。まあもうめっちゃもらったも同然やから。えそれは上野さん勝手に言い出しただけでしょ。でも、はい、いや上がってないですすいませんいただきます。上がってないっすよ。もう今回で僕もろとも上野さんと大崎さんの好感度も下がりましたからね。金貸し勝たしてやるよみたいな。いつも頑張ってんだろ勝たしてやるよって皆さん書いてくださいね。さあ行きますぜ。5万なくなって6万円目。2人で6万やのに1人で6万なんか負けたらもう滞在やもんな。ではお借りした1万円で最後大花火を打ち上げてやりましょう。うわー、つい10万円蹴ったら当たり。蹴れよマジ最悪、めったに出えへんのに。613ゲーム投資金額はもうわからん、めちゃくちゃ。1万円は全部なくなってます。150枚で終了です。熱い。3、4時間ぶりぐらいの持ちメダル。あーやっと持ちメダル来た。チェリー以外で当たり。とことんやなマジで。当たった。チェリーで当たってたんかな。レギュラーやったら意味ないね。まあダンスタイムもらえるだけマシとか思えるような状況じゃないね。よっしゃ7枚目いっちゃうぜ。よいしょ。ちょ待って、これマジどこで当たるん。ほんまに無理やねんけど。もうやばいって。もうあと5000円で7万円やって。もうほんまにほんまにやばいって。マジでもうごめんやって。もうごめんほんまごめん。もうなんかした、悪いことしたから。なんかもういやこのタイミングで発展しといて何もなしはちょっとさすがにえげつないで。おい来た、よしやっと来た。もうほんまに、いやもう打ち出しても3万ぐらい使ってんすよこれ。2回目な、2回目やねん。ただのチャンスゾーンが3万使ってな。ほんまえぐいわマジで。もう絶対決める、絶対決めるから。正面アタック。オーガイ、オーガイ、おおしゃれ。だが、こういうことや。な、
チャンス目、いったいった。鴎外に勝てるんやから、やってやるよ。てかまずもう今から4スルーしてるんで、ボーナス3つ取りはまず AT はいけるんですよ。そう、そういうこと、やっちゃうぜ。あかんな、あかんな。いいねん、いいねんで、ね、もうほんま取ってくれたらええねん、ほんま頼む。もう弱いな村雨。おし、カットに入った、カットに入った。頼む、ほんま頼む。なんか引いたんかな。いや何も引いてない。でもこれ外れてカットに当たったっしょね。やった、そういうことよな。はい、2つ目、これで一応天井には行きました。これもうあと1個も取れる、 AT 行くんで。てかまず2個と立ちで、今日超チャンスなんで。でもこれ次取ればもう大大大チャンスなんで、行きますよほんまに。いやでもまあ2個取れましたね。このあの天井手前っていうもクソみたいなタイミングでしたけど、なんとか2個取れました。この2個中1個で入れればいいねんからな。続いて、もう弱いわ。頼む、もうほんま頼む。よしよし、まああの気持ち切り替えて完全告知でやります。おお、40、40、オッケーオッケー、チャンスチャンス。いやもうちょえぐいって、ここスルーされたらマジでもっぱつボーナス追わなあかんくなるけど、ここで刺したんじゃないですか。これどうなあ、舐めてんのか。完全告知は言うても、あ、ぜ、あ、あ、よしよしよし、頼む頼む。な、言うこと聞いて。チャンス目、スイカ、来た。やっと煽り来た。煽り、おい、紫。よし。やっとや。総投資6万8000。やっと AT 入った。ありがとう、戦国乙女。おもろい。おもろいわ。ようやくこの呪いのような実践から解放された。2個ボーナス消化しました。強川ラッシュ、あー強川ラッシュ来ますよ。開始、はい、こう取ってほしいですね。50ゲーム以内にボーナス 14% あるらしいんで、 14% ぐらい取れてもええやろな。今日1日泥水すすったで、ほんま散々ここまで6万8000円やでなあ、ほんま6回目のボーナスやでこれ。はい、そういうことでございます。ありがとうございます。はい、おー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 、あ、来た、おー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 、レインボー。はい、気持ちいい。さあ、誰誰誰誰や、紫、あー赤か。いや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 、でもでもでもこれ信長引っ張ってくれやいいから。こんなもん 3.2 分の1スルー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 ドーンね。これは信長ですからね。これね、僕の大好きな RE2 と同じような感じなんですよ。もう空気みたいに叩く。ないないない、引いてない引いてない引いてない。よし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 、だいぶもうどうせいな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 い、どうせいない、引いてない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 。オーケー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 、抜群やな、もう完全。もう僕らはいつも一心伝心、ほら全然出へん、もう完璧な。ここ抜くだけ、ここスルーするだけ、絶対出へんから。さあ来たー、まあ、あの最強って言われてるんですよ、赤で。赤の最強なんですね。ここで 3.2 分の1のカットインを引くだけ、それだけ5000枚出ますからな。やってやるよ、やってやる。出ろ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 、出てくれ、頼むわ、ここ。あっくそ、大崎さん呼んでこようかな。なあ、大崎さん呼んでこよう。うわ、これもう俺じゃ無理や。大崎さん、ボーナスやってください。信長取れそう、マジ僕じゃ無理やから、大崎さんやって。ちょっと待って、めっちゃ遠いやんけ。見とけ、オーケーっす。何年最有機やってると思ってんだよ。先輩頑張って、頑張っ
ガッパ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 ほんまごめんほんまごめんほんまごめんダメほんまほんまごめんほんまに金貸しできただけやないですか。外れたりせえへん。ああまあいっちゃんいらんやつやんこれもう最悪マジでほんま。ちょ消化させて、消化させて俺にめっちゃ乗せるから。あなるほど、まあ、いいですか。そうやったまあまあまあよしよしよしリプレイっすよカバ先輩リプレイっすよ。あーほわ下手すやなほんま。あリプリプリプ何今の演出。違う急に右から青の出てきたみたいになったカバ先輩演出演出演出させて。そう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 カッパカッパ、はい、そうそうそう豪快だこんなもん風邪ひいたところでしゃあないやなんでリップリップおいおいおいマジかよおい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 ちょ待って待って待ってパチスロ番組なめんなよどれ2回目かよ10え、まだ15ゲームってこと。僕でも25ゲームぐらい乗せれたの。ちょ待ってやばい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 。マジごめんマジごめんマジごめんごめん。僕の6万8000がこれですわ。はあ、いやまだ終わってないから今始まったんやから AT は。いきますいきますよ。よいしょで10ゲームそうかトータル25もくれんのか。ありがてえ。開始はいはい残り62ゲームですね。うわー何もなかった妨害バトル。いやもう頼むわもうこんなんで終わったらもうマジで無理やでほんまにな。ほいまあほいってかもう勘介がありえへんのか先生やろ。ああまあ大体これやからもう最後の終了画面の第3停止ですから全てはもう大体これやからこっからやから。おいほら何これ何かですねこれ何か前なもう復活せえんかったら何が出ようか関係ないねん。はあやめねやめです。386枚です。ディスクアップはなんかどんな感じですか。1万円なくなって500枚ぐらいですかね、はい、500枚ぐらい僕もまあトータル6万8000使って380枚です。はい。いや残念ですね。いやでもね楽しかったっすね。楽しないわ。あのほらまだゲームがあったじゃないですか最後に。まあ信長引ければっていう似てる人とかは楽しいでしょうけど、うん、はい何にも楽しないわ。そうっすね。はいめっちゃ悲しいっすよね。ほんまにもう帰りましょうね。はいありがとうございましたカッパ先輩。ありがとうございました。ボーナスやってもらってありがとうございました。どうもありがとうございました。482枚僕が投資6万8000で最後に出たのが360枚ぐらい。投資34本4本480枚。2人トータルで10万2000使ったんでしたっけね。あのカッパ先輩に借りて10万2000使って、ざっくり回収が800倍ぐらいですかね。もう無理や。一応一人で言うと1万8000ずつ負けになるんですかね。なんか今日交換の大作戦とか言ってほたえてましたけど。なんじゃそれ。ちょっとねまあニコニコやってはみたけどやっぱり、まあ、いざ考えてもやっぱめっちゃきついな。ほんまに全部みんなのせいやで。ほんまジャグラー打たしてくれへんわな。あのしょうもないボーナス引っ張ってくるわ。
ほんまに、ね、しょうもない特化ボーナスも、お俺やっていいかなほんま、おめっちゃ乗せるわ言うて、あんた最有機でも大して出したことあれへんがな、引き強キャラみたいなね。金貸してどうしよう、明日の卵っち代借りに行くんですからね、今から。昨日嫁から卵っち代言って金もろて、それ吸ってもうだから、今から卵っち代を今からアコムに借りに行くねん。あと限度額1万円しかないアコムにな。楽天はもういっぱいですということでね、好感度アップ作戦も失敗、サマエもマイナスね、自腹も1万8000最低の実践でしたね。さあ次回はどんなドラマが生まれるのか、次回もぜひ見てください。ありがとうございました。クソがマジクソやな。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。この番組は、我々ジャンバリドット TV スタッフの2人が、頑張って一生懸命盛り上げていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。